第一哲学とは、アリストテレスによって提唱された哲学の一、分類であり、存在しているということを、テーマ、問題として存在することの根本原理や、根本原因を研究する学問のこと。アリストテレスの時代には、フィロソフィア哲学といえば、知的な探求の総称であり、あらゆる知的な探求を指しており、例えば自然学や数学などといった、様々な分野も含めていた。 第一哲学といえば、哲学の中に配置されうる各学問の中の一つであり、その中でも第一哲学は最上位の学問と位置づけられていた。アリストテレスはその著書の一つにおいて、存在一般の根本原理や原因を探求する学問とを扱う学と位置づけられた自然学とを比較し、存在の根本原理や原因を扱う学の方がより重要で最重要である。 と位置づけ、それを第一哲学と呼んだわけである。なおアリストテレスは存在の根本原因は神であると考えたので、この学問を神学とも呼んだ。このアリストテレスが第一哲学と呼んだ学についての書やその内容については、後の時代、ロードスのアンドロニコスによって、 アリストテレスの著作や講義が編集された時に自然学の次に配置されたという理由でためたたファジいカためたフィジカと呼ばれそれがきっかけとなって後の時代にメタフィシカメタフィジカと呼ばれることになったよってアリストテレスが第一哲学と呼んだ学はアリストテレスが第一哲学という呼称で指した学は 端的には、アリストテレスの、啓示上学それ、字体を読むことによってその内容を知ることができるわけで、ある。第一哲学のその後の時代のルフや展開について、解説すると、5世紀頃から、シリアのキリスト教徒らは、アリストテレスの文献をシリア語に翻訳する、ということを行っていた。また、832年には、アッパース朝第七代カリフマームーンがバグダードに、翻訳や、 諸学問の研究を行う、管理研究所、知恵の館を設立し、ギリシア語、シリア語、パフラビー語、サンスクリット語などで書かれた文献の相互翻訳、研究が行われた結果、アラブ世界ではアリストテレス哲学の研究が進み、アリストテレス哲学についての注釈書が多数書かれた。12世紀に、 ヨーロッパ人に対してアラビア語で書かれた様々な文献がアラビア語からラテン語に翻訳される形で紹介されるという大きな潮流が起き翻訳された中にはアリストテレス哲学の注釈本も多数あったそれまでアリストテレスの哲学をほとんど全く知らなかったヨーロッパ人にもその要点が知られるようになった やがてスペインのトレドやイタリアのいくつかの都市で直接ギリシア語の本からラテン語へと翻訳されるようになった。そしてアリストテレスの第一哲学は中世ヨーロッパのスコラ学という学問的枠組みの中で扱われるようになり中世哲学の哲学者らによって研究され発展させられた。中でもトマス・アクイナスによる第一哲学の展開には著しいものがあった。 アクイナスはイスラームと対抗しつつヨーロッパのキリスト教を擁護、擁立するためにも第一哲学を用いることでヨーロッパのキリスト教の哲学的な理論付け部分を強化したのであった。アクイナスの著作は高い評価を受け、第一哲学は中世ヨーロッパの知的活動の中で長きにわたり重要な役割を果たしたのである。さらに時代が下り17世紀。 1641年、フランスでデカルトがメドティシャンズでプリマフィロソフィアを刊行し、第一哲学に関して批判を展開した。これをきっかけとして、そしてさらに数世紀にわたる幾多のウィオ曲折を経つつ、諸哲学の体系が徐々に変化していくことになったわけである。ありがとうございます。